はい、実況続きやっていきましょう。狂気は重すぎるアイハーレム天国だったと思ったら、やんでる地獄だったらやっていきましょう。ね、眠い。おいおい、ドンピシャじゃねえかよ。俺の今の一言コメントが少しだけ眠いかもな。なんてあるドンピシャ。だけどそれが手作りだ。手動で作ることになったけど、4人がかりにも時間かかる。気軽が完成するまでの間、早朝昼休み放課後の短い時間で集まることになった。うわ、早く行かないとな。早く行かないとなみたいな感じかな。眠いけどさよりさんに一人で行かせるわけにもいかない。濃いめのコーヒーでも飲んで気合いで起きるしよう。コーヒー飲んでも全然目覚めよ。おはようございます。うーすみ。ゆうやさん、おはようございます。うーす。さすがさゆりさん、もう来てるんですね。早いな。年上かな。時間までは指定していませんから、今来なくても仕方ありませんよ。16 16 17。今はおじい様という強い味方がいますから。17ですね。なら安心しました。本来小百合さんはここに帰るような人じゃない。宮助の一人娘だし、どっかのお嬢さんも学校に通っていてもおかしくない。実際中学でそうだったんだけど。はあ。とはいえさゆりさんに限ったやつじゃない。メンバーはオーバースペックな子が多い。そうなの。私たちは何よりも強く結ばれているんです。何者であろうと犯すことは許されません。このさゆりさんが今回のメインヒロインになるらしいです。俺この子一番怖いんだけど、ほんと不思議な縁で繋がれている。まあ呪いだけどな、これメインルート見ればわかるんだけど。はい。主人公マジカオスだもん。ミシメちゃん、俺は授業しか使わない。裁縫箱か。とりあえず縫い合わせるのとボタンさえつけられれば音はどうにかなる。大丈夫ですよ。布は多めに買いましたし、多少の失敗は許容範囲です。マジっすか。それに他の人には簡単なところを作ってもらいますから、丁寧さを心がけるだけで大丈夫ですよ。足を引っ張る気がしならないんですが、それは一体。やべ、携帯がないよ。学校行かない、準備しないと。気繰りのパーツは多い。もし失敗しても作り直せるので、さゆりさん以外はそれを作ることになる。わーい、捨て駒。3人ぐらい多少の役には立てると思うんだけども、そういうところが足を引っ張る。必死だなお前ら。おはよう。やけに疲れているな。だって部長さんを運んできたんだもん。何があった部長。見てみると春背負っていた。すやせん、どういうこと。ああ、そうなった状態がそうだ。低血圧、俺と同じ。ゆうくんの家の玄関でインターホンに指をかけたまま力が出たから。怖い。ああ、なるほど。インターホンまでは来れたのか。自力でどうする自信があって。ご苦労さん、寝かせてやってくれ。はーい。ていっとか言って投げんじゃない。あ、投げなかった。残念。やっぱり起こした方がいいのかな。ところがどっこい、あえて放置。どうでしょうか。部長さんは朝が弱いので、今起きても手伝えるかどうか。そう、思考がね、回んないから。眠い時は寝ればいいと思う。腕に刺すって、手じゃなくて腕に刺すの。もう二の腕あたり縫っちゃう。今は俺たちだけ進みましょう。もし起きたら手伝ってもらうことにして。僕も苦手なのに。二度と起きないようにするぞ。ぼやかないの。さゆりさん一人に任せるわけにはいかないんだから。とはいえ何をどうすればいいかは分からない。
ですよね。男のスペックなんてそんなもの。悲しいけどそれが事実なのよね。任せてください。皆さんで最高の着ぐるみを作りましょうね。最高の着ぐるみって一体何ぞ。千人も道も一歩からだ。まあ確かにそうだけども、アンナさんがイベント。等間隔に縫えない。上手に縫おうとしたら体が硬くなりますよ。もっと気楽にしてください。頑張る。あっと、制服とこれがくっついちまったとかなってない。精密作業か。ユウくん、授業でしかしたことないっていう割には上手だよね。まあ、やろうと思えば大体できるから。まあ難しいですからね。でも僕、あれって職人レベルだと思うな。職人レベル、そんなレベル。どんな人がいんのよここ。同じ作業なのにそんなに差があるの。余裕だわ、偉大だわ、半端です。あなたについてきますって言いたいところだけど、それはちょっと無理だな。日常的に作業はたどり着けないです。あーでもわかるかもしれない。むしろ足を引っ張っちゃってるかも。そう、それはそれは、あ、差し入れ否定できないのが嫌だ。あー、しょうがないよ。部長はすでに戦力外通告だし、まあ何もしないよりはマシだろう。頑張って俺たち何に進めよう。進められればだろう。そうだよね、僕らもやればできるはずだもんね。人間やる気になればそれなりにできたりできなかったりするから。一つ縫ってはユウくんのため、二つ縫ってはユウくんの。怖い怖い怖い。痛って刺さってる。いったよ先。ベイ。おにゅー。空気が抜けましたね。顎丸。太って見えるのは俺だけ。思いっきり刺しちゃった。僕もうダメかも。大丈夫、俺肩刺さっても普通に生活してる。この傷を癒すためには。ユウくんに指チパしてもらうしか。なるほど、こういう計画か。帰れ。はい、絆創膏くるくる。早かったな。ぐれぐれ回ってないように。これ指全部に穴あげんじゃねえの。指チパ、帰れ。自分も含めこうなることは予想したので絆創膏を用意してきた。工業工房行ってるけど全然そういうの用意しねえな。気づいてない。いいお嫁さんになりますよね。柵とか行くんじゃないのこれで。うわぁ、ウェイ、あらあら、いきなりどうしたんですか。こいつはびっくりです。正直な感想ですよ。それ自体前から思っていましたけどね。料理はプロ顔負けだし、裁縫だってできる。家事は完璧だし、気遣いはうまく上手とくればそうなりますよ。なんつうか不規定数多ですよね。幾多かな。世が世ならいろんな人に求婚されるかも。そうかもしれませんね。そっちか。私は宮助の一人娘ですから。多分違くない。昔は恋愛の自由もなかったそうですよ。実際私のお母様は政略結婚と聞いています。お母様ってことはそんな前なの。まああるらしいけどね、ヤクザとかね。見合い結婚もはあ一般の人したらまあまあわかるね。昔の話ですよ。さっき話した通り今はおじい様が味方ですから。こんなクソみたいな旦那なんだぞ。今は
誰を好きになったとしても咎められることはありません。おじさん以外の人に、例えばゆうやさんが相手だとしても。一つネタバレ、死人です。うるんだ瞳で体を寄り添わせてくるさゆりさん、どう反応すべきか迷う間にも、お互いに距離は縮まっていき、私は全力で逃げていく。ストップ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 、ナイスセーブ。そしてうるせえ。そこに、遥か重なる視線さゆりさん近すぎ。昨日は負けたから仕方ないけど、今日は我慢しないからね。昨日なんかあったっけ、学校ばっかりぐらい。その通り、独り占めしていいのは私だけ。ところがどっこい誰もダメなんです。おっと、いつの間に起きていたんですか。ゆうやの危機を察知して目が覚めた。すごいな、なんだそのホームセキュリティもびっくりな。危ない思いや、危ない目にあった覚えはないんですが、すごいな、それで目が覚めるのか。口を動かす前に手を動かしてください。このままじゃさゆりさんが一人で完成させちゃいますよ。になっているわけではないと。自分たちがすべき作業をする。露骨に面倒くそうだけど頑張ってもらうしかあるまい。目標は一人一パーツです。一人一パーツか。二度寝してもいい。三度寝版なら許す。ああ、うちの学校だよ。おうちプレイなんて、ゆうやは上級者だね。はい、帰れ。頼む、家で帰って寝ていてくれ。いや違いますよ、ゆうくん。そういうのも好きなんだ。そういうのもってどういうことだよ。もって、ゆうやさんが望むのでしたら、公園の茂みに数時間放置されても。数時間、まあ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 、俺はリアルにあるからね。知り合いと約束して3時間ほど駅前に待たせたからね。俺ら普通にそれやるからな、何も言えねえわ。男女問わずに俺ら約束しても普通にバックれるからな。しかも携帯電源切りっぱだから連絡取れねえからなっていう。いや、時間は使って制作時間に回さなければいけないわけで、今着替えつつ実況頑張る俺。感情症もね、そろそろ外さないと。髪が絆創膏なくなって、どんだけ怪我したんだお前ら。あれ30枚ぐらい入ってなかったか。指痛い。バカか。大容量タイプって60個ぐらいでしょ。だから血が止まったのに剥がしたの、つい先山ほど巻かれていた。武器はね、今もう涙目の状態だ。ゆうくん、クリスマスプレゼントに手作り系は期待しないでね。大丈夫、クリスマスいらないから。期待していない、そもそもか。ぐーん、頑張るつもりだったんだな。たわしか。一応聞きたけど、ゴワゴワして痛かった。僕ら役に立ってるのかなって思うことが大切です。そのモニター広さ業速の違いを見てると思うな。あの人ミシンだよ、音が。現在、ミシンを使って作業中だ。わあ、すげえ。横で見ているだけでメインになるってどういうことよ。おえー、すごいスピード。ミシンぐらい使えろよ。しかも全然歪んでない。割と俺歪ませるな。でも今いじらねえかな。私たちは本体のパーツを制作することになった。本来専念できるようになったので、さらにスピードアップ。バケモンじゃねえかよ。スキル高えぞ。そこがどこにあるのか全く分からない。いないな。僕ら全然役に立たないね。顔丸いなお前、本当に。名前の上に書いてあるプチキャラがむっちゃ可愛いんだけど、やり直しになった。泣ける。マジか。まあパーツは作ってもいいんだ。これ、面目活躍すればいいだろう。雑巾やら必要なパーツいくつか。ああ、びっくりした。まず必要なくなったパーツを廃棄処分するか。つらいな。僕の不審作が。
その指たちに言ってやれ。ああはいはい、なるほど。何、一部分をみんなでやってるのか。一人では本当は2回に分ける必要があるぞ。そんなにあんの。誰かに手伝ってもらっていいか。男見せろ。はい、はいはい、僕が行きます。帰れ、お前は。頼むから帰ってくれ。私も立候補する。ダチョウクラブのあれじゃねえか。多数のご応募ありがとうございます。残念ながら採用見事ですね。バイトのあれじゃない。僕なら2人分持ってあげられるのに。納金は帰ってくれないか。納金は言わないんだ。なるほど。さゆりさん、息抜きすぎは今見せに行けませんか。息継ぎ。一息つくのにゴミ捨て場って土曜だよ。ですか。ちゃんとルートには入れたのかな。他に誰かいるんですが、落とし屋助かりますけど、あんまりに詰めると毒ですよ。すみません、こういう作業は苦にならないので。超可愛いんだけど、さゆりさんの左上のプチキャラ。んー、じゃあやっぱり僕が。ダメ。うふぅ。あ、うつったってダメの方はダメだ。というわけで、のんびり散歩でもしましょう。お前がサボりたい口実な気がしてきた。そうですね。お言葉に甘えさせていただきます。可愛いって言ったけど、実際そうでもなかったわ。屋上か。ゴミ捨て場じゃねえのかよ、行くの。屋上に捨てたか。最近没頭したよ。ああいう時は誰かに言わない。ちょっと前に。それでですね、メニューには特製ショートケーキを入れようと思うんですね。落ち葉たっぷりとか。お、いいですね。そう願っています。まだ何をどう作るか決まっていませんけどね。今から出てもギリ遅刻しねえぐらいか。まあもうちょっとゆっくりやってっか。普通メニューはいいですけど、着ぐるみのクオリティは相当高くなりそうです。私は素人に毛が生えた程度の実力ですよ。素人に毛が生えたって着ぐるみは作れねえよ。何を言ってるんですか。この失敗作と比べがどれだけ上手にできてる。あら、まだ校舎にいたのね。唯一可愛いと思える人来た。これ見たところ部活中かしら。いつものように遊んでいるわけじゃなさそうね。そうです。何か問題でもありますか。で、カバーを勝手に暴れるとすごいでしょ。俺が強すぎる失敗だね。フットワイブ中指立てる。まだ試行錯誤してるようだけど、その調子で間に合うのかしらね。あ、間に合うんじゃない。俺は失敗作にするに今順調に進んでますよ。だといいんだけど。あそこまで短歌を切って実際は大したことないなんてオチはやめてちょうだい。短歌とか今使わねえから。俺たちを気遣ってくれるのならハードルを下げてほしいですね。残念ながらそういうわけにもいかないわね。はい、だからあなたはスプラッターに合うんですよ。結果できないって理由ですか。あなたの想像に任せるわ。ともかく郷土研に出した条件を曲げるつもりはないわ。郷土研究会にそんな1位になる。何か理由があるんですか。はあ、理由いっぱいあるだろう。かっこいいかっこいいかっこいい。生徒会長なぜか迷って。あなたはさゆりさんだったかしら。女性の後ろに隠れてる男って。点々。はい、名前を知っていただけて光栄です。表情がね、変わらない。郷土研の部員を知らないとでも思うの。特にあなたは有名だから忘れられないわ。行く時間が迫ってるけど区切れない。区切るタイミングがわからない。ありがとうございます。なんだこの嘲笑うかのような表情。で、何か言いたいことでもあるの。私は後ろにいる人と話していたはずだけど。なぜ私は後ろに連れてかれたんでしょうか。売上1位という条件は取り下げられないんですか。そこはあなたの感情論だよね。無理ね。はあ、なぜですか。何も全校生徒の前で宣言したわけじゃないでしょ。
そうだね、そもそも無理なものは無理よ。なんで？随分と強力な方なんですね。ちょっと遠回しにね。迷惑はお互い様よ。強度犬のせいでどれだけ迷惑を被っていることか。あ、それは申し訳ないし、試合です。なんだろう、この会話に込める雰囲気は。怖い怖い怖い。静かな会話だ。怖い、猛獣のオーラが放たれてるんだよ。相性がいいと思ったのよ、実は逆だったとか。どうなんつまり、生徒会長では強度犬の処遇を変えられないわけですね。まさか。あなたの好きなように考えなさい。まさか学校を買収。そうですか。では好きなように考えさせてもらいます。何するの？怖い。え、怖い。ゆうやさん、先に戻ってもいいですか？あ、はい、どうぞお先にお帰りください。でも今さゆりさん、もう元気になりました。だから作業を進めさせてください。あ、そういうんだったらはい、どうぞ。止める権利は私にも。まあまあ、さゆりさんがそっちじゃないですけど。すみません、ゴミはここに置いておきますね。屋上に置いていかないでほしいな。屋上、そうなるでしょ、ゴミ捨て場って。俺屋上から持ってる。あなたも大変ね。うっせ。何がです？いろいろとよ。私も用事があるからこれで失礼するわね。この人が唯一ね、プチキャラむっちゃ可愛いんだけど、キーホルダー欲しいレベル。待ってください、せめて何の話だったのか教えてくれるわけないよね。って聞く前にいなくなってたし、よくあるよくある。あー、行くか学校、めんどくせえ。じゃあ準備しますかね。ミス中途半端に往復しなければいけないことに。もう屋上からテイッて投げてやりんじゃね。ただいま戻りました。筋肉隆々、見よこのボディって。何してるんですか？何そ、さゆりさんが全部するんだって。マジっすか。私たちはしなくていいらしい。その方が早くし、着ぐるみはただのスタートラインです。生徒会の承認を受けて他の作業も始めなければいけません。はるかさんには私が集中すれば数日で仕上がります。頭部も業者。何、頭部は。まずはそこから始めます。そうは言っても、体力が欲しいし。さゆりさん、変だよ。鼻歌もないね。怖い怖い怖い。ゆうくん、心当たりとかある？どこで区切ればいいんだ。生徒会長と話したけど、別に嫌味を言われたわけ。こういうのもたまにはいいと思ったんです。はい、無理やり、はい、売り言葉に買い言葉で出た条件だとは。撤回。そうですね。最初からハードモードじゃなかったんですか。かわいそうな人。他人のことばかり考えて。ちょっと待って、どういうこと。自分への優しさを見えなくしている。そうですね、今回。最初からハードモードじゃなかったんですか。うわ、もうそうそう。安心していい。あんなわがままを本当に通す会長なら。2期も続けるのすげえな。それはそれ。本気だったんだ。わかんない部分あるけど、要は生徒会以外に力が加わっているわけか。だって悔しいじゃないですか。学園祭は生徒のお祭り。あ、そういうことね。せっかく楽しもうと思って。はい、というわけで中途半端ですが、一回繰り出させていただきます。なぜなら私のスクールの時間が近いから。ああ、学校だり行ってくるわ。今何時や？着替えないとな。まったく。やべえな。やう、4時10分。今から全力で行かないとな。はい、というわけで皆さん、次の動画でお会いしましょう。See you next time. じゃん。